FNS 歌の夏祭り 2020FNS 歌謡祭夏 2020FNS 歌謡祭夏はフジテレビ系列で2020年8月26日18時30分23時3分に生放送された通算9回目の FNS 歌謡祭夏である通称夏の FNS あるいは夏の歌謡祭である2020年8月6日放送の vs 嵐の番組終盤で発表された。前年まで、FNS 歌の夏祭りとして放送されていたが、本年から、FNS 歌謡祭夏へ番組名を解題して、放送される。総合司会は、2019FNS 歌謡祭に、引き続き、嵐の相葉雅紀と富士テレビアナウンサーの長島由美が、務めた。前年まで、例年の、 FNS 歌の夏祭りは7月下旬もしくは8月上旬に放送されていたが、本年の FNS 歌謡祭夏は新型コロナウイルスによる影響で例年より遅い時期となる8月下旬の放送となった。2019FNS 歌謡祭の第一夜に引き続き、放送時間は例年の FNS 歌の夏祭りより30分早い18時30分開始となったが、 終了時間は25分早い23時3分終了となったため、前年より5分拡大となった。また、今回は当番組を含めて、翌日放送の VS 嵐と嵐壺といった3番組を、夏、嵐と題して、嵐が出演する各番組を盛り上げる企画枠で放送された。平均視聴率は、第1部が6.2%、 第2部が11.1%だった。また、瞬間最高視聴率は20、56.21、0.21、02、オフィシャルヒゲダンディズムがラフターを披露するシーンなどで13.5%だった。今回のステージの最多出演者は、チューブの前田信てると鈴木正幸であり、それぞれ7曲に参加している。今回は、 全69曲中25曲がコラボレーションで披露された。番組序盤では、ダパンプが自身のプロデューサーで師匠である MCAT とのテレビ初のコラボレーションによるそれぞれのヒット曲を4曲のスペシャルメドレーを披露した。番組のオープニング前に行われた。また、FNS 限定ディズニーメドレーとしてハイスクールミュージカル2分の1の魔法、 ムーランといった各作品の主題歌や挿入歌を出演アーティスト同士のカバーコラボレーションのスペシャルメドレーが披露された。さらに過去のフジテレビの音楽番組で披露された夏の名曲のパフォーマンス映像を一挙に VTR で振り返る今届けたい夏の名曲集が行われた。番組前半では出演アーティストによるご本人歌唱や カバーなどで夏歌ヒット曲メドレーを披露した。また、リトル・グリー・モンスターが新型コロナウイルスによる影響で活動が制限。それで、今年は中止となった NHK 全国学校音楽コンクールの受賞歴を持つ大阪市立文の里中学校のコーラス部を中心とした全国の中学校のコーラス部のリモートによるコラボレーションで足跡を披露した。さらに、 今年デビュー15周年を迎えたパフュームがヒット曲と新曲を合わせた2曲の FNS 限定のスペシャルメドレーと今年デビュー25周年を迎えた V6 がヒット曲と新曲を合わせた3曲の FNS 限定のスペシャルメドレーをそれぞれ披露した他では今年デビュー40周年を迎えた鈴木正幸と今年デビュー35周年を迎えたチューブが それぞれのヒット曲を交互にコラボレーションで6曲のスペシャルメドレーで披露した。番組中盤では嵐が共に20周年を迎えたアニメワンピースとのコラボレーションでデビュー曲 a r a 氏のリボーンシリーズによるアレンジバージョン a r a 氏、リボーンを披露した。また共に今年デビュー20周年を迎えた AI と高田組がコラボレーションでそれぞれのヒット曲である ストーリーと愛の歌を披露した。さらに、リトル・グリー・モンスターがアカペラによる5曲のスペシャルカバーメドレーを披露した。番組後半では、新型コロナウイルスによる影響で元気が少ない、日本を名曲で勇気づける特別企画、今、届けたい名曲メドレーとして出演アーティストによるカバーやコラボレーションで、スペシャルメドレーを披露した。また、 三代目 JSOUL BROTHERS FROM EXILE d r i e が高校ダンス部日本一に輝いた同志社香り高等学校のダンス部を中心とした全国の高校のダンス部のリモートによるコラボレーションでムービーオンを披露した番組終盤では浜崎あゆみがヒット曲と新曲のスペシャルメドレーを披露したなお番組全体は生放送だが 新型コロナウイルスによる感染拡大防止対策で大半のアーティストを事前収録での出演にして三つの密を避ける配慮で放送された。ジャニーズ事務所からは V6、嵐、ヘイ、セイ、ジャンプ、ジャニーズウエストの四組が出演した。今回はアスウミリ、お、池田エライザ、エート、MCAT、オフィシャルヒゲダンディズム、上白石モネ、ね、木島まひろ、城南海。 清塚シニア、子孫ン、S.T. キングス、セブンティーン、ディズニー製の王子様ボイススターズ、東京事変、BTS、平手ゆりな、三島ひかり、ラットウィンプス、ラブサイケデリコの19組のアーティストが、FNS 歌謡祭夏に初出演した。佐田マサシは2013年以来の7年ぶり、綾香、カ、ナオト・インティラ・エミ・パフューム V6 は2016年以来の4年ぶり、 森山直太郎は2017年以来の3年ぶりの FNS 歌謡最夏の出演となった。トップバッターはダパンプと MGAT がそれぞれ初めて担当して両者の共演でスペシャルメドレーでの最初の曲として f e e リ i n g Good It's Paradise- を披露した。大鳥はもう一つのスペシャル企画で今、この時、心から届けたい曲として 総勢17組の出演アーティストが担当して、井上陽水、安全地帯の名曲、夏の終わりのハーモニーを披露した。音楽監督 &PEF、竹部聡、演奏、ドクター村石正幸、PA、浜崎健太、GT、遠山哲郎、k e 清水敏也、MNP、前田優吾、ありがとうございます。